皆さんこんにちは、カメラマンのタクです。リエです。今日は、露出補正について、解説したいと思います。露出補正とは何ですか？写真のですね、明るさを調節する機能です。写した写真が、暗い時は、明るく、また、明るすぎる時はですね、暗く調節することができます。まず露出補正ボタンを押します。インジケーターが出たらプラス方向に回してみます。画像が明るくなりました。一回ゼロに戻して、今度はマイナス方向に回します。画像が暗くなります。ミラーレスカメラやコンパクトデジタルカメラの場合は今の操作になりますが、一眼レフの場合は撮影画像を確認してから、暗い場合はプラス補正、明るい場合はマイナス補正をかけてもう一度撮影します。どのくらい補正したらいいかってよく質問されるんですけれども。はい、そうですね。まず肉眼でですね、見える明るさを基準にしましょう。撮影画像や、モニターで、画像の方が、明るかったらマイナス補正、画像の方が暗かったらプラス補正をかけていきます。目で見えている明るさと同じにするようにするのが基本です。慣れてきたら、個々の作品性に応じて、やや画像を明るめにしたり、また暗めにしたりして、仕上げていくということも可能です。どんなシーンで露出補正はよく使いますか？はい、露出が難しい逆光のシーンですね。人物の顔が、暗く映ったりとか、あとこう見上げて撮影した紅葉がですね、ちょっと見た目よりも暗く映ってしまったりとか、そんな時によく使います。明暗差の激しいシーンではどの部分の明るさを基準にするかで仕上がりに大きく影響します。また太陽が直接画面に映り込んでいなくても被写体よりも背景が明るい場合は同じような傾向になります。逆光の時は常に露出補正をかけますか？はい、そうばかりとも言えなくて、例えば、海の撮影とかで、逆光の海のきらめきを表現したかったり、シルエットの表現をですね、してみたりしたいときはかけない方が良い場合もあります。他に典型的な例はありますか？はい、例えば白い被写体や、白バックの撮影のときは、写真が暗く写りやすいので、プラス補正をかけます。白が、暗い白、つまりグレーに映ってしまいます。カメラは、白をですね、明るいと勘違いして、シャッターを速くしたり、また絞りを絞って光量を減らしてしまったりするんですね。白い被写体を撮影してみます。このように白い被写体が、暗い白、グレーに映っています。そこでプラス補正をかけます。プラス1で撮影してみます。先ほどより白い色が明るくなってきました。
プラス2で撮影してみます。肉眼で見える印象にだいぶ近づきました。逆に黒い被写体や黒バックの撮影はマイナス補正をかけます。黒が明るい黒、つまりグレーに映ってしまいます。カメラは黒を暗いと勘違いしてシャッターを遅くしたり絞りを開いて光量を増やしてしまいます。今度は黒い被写体を撮影してみます。黒が明るい黒、グレーに偏って映っています。そこでマイナス補正をかけます。マイナス1で撮影します。黒がだいぶ黒に近づいてきました。マイナス2で撮影します。黒が黒く沈んだ色で映っています。そもそもなぜそんな風にカメラを間違えちゃうんですかね。はい、これはですね、カメラに内蔵されている露出系の蛍光で、色の反射率によって左右されます。詳しくは、アドバンスコースで解説いたします。今日は、露出補正について解説いたしました。それではまた次回をお楽しみに。